始まるよ。どうみそこ行っちゃったらば工場のアンドゥです。今日は可愛い女子の今時着せ替えというゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。来ました、片思い女子の着せ替え、行きましょう。さあ、片思い中の彼にアプローチ中、彼も来る飲み会での服はだって、あーいやこっちでしょ、間違い、え、店の扉に引っかかって電線、これも運命これを運命で諦められるのすごいな、あなた。じゃあシンプルな、なんていうの、何系っていうの、こういうファッション、ちょっとわからないわそんなことあるかよ、なかなか被んないだろ、白と青色のボーダーはなかなかないだろ。来た、飲み会で彼とデートの約束、デートに備えて使うものはパック。右は、左は何、何左ちょっと待って、左が全然わかんない、左で行こう。あ、なんだ、なんか離れしちゃったんだけど、なんで何したのよ、かゆいよ、強くやりすぎて肌荒れ、デートキャンセル、エンド。脱毛から、脱毛やったのかな。じゃあまあパックでお肌をトゥルトゥルにすると、なるほどね、デートに向けて。来た、ツヤツヤ、美肌で彼を夢中にさせてやる、待ってて王子様いいね、片思い中の女子だね、しっかり。さあ来た、いよいよデート当日、メイクはどうしようかな、だって、いやそんな左一択だよ、いや分かってるよ、でも右のなんかなんていうの、ロックバンド系メイクを見てみたい、行こう、むしろそっちの方が彼のあの性癖に刺さる可能性ある、ロックバンドスタ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 イルでこれは刺さらんわ、さすがに。あ、プロレスが好きなんだね彼は、で頑張っちゃったんだ、絡まれちゃったけど。じゃあシンプルなオレンジメイク、オレンジメイクっていうかオレンジ色の口紅、これでいこう、オレンジすごく似合ってるよ、私のメイクに気づいて褒めてくれた、だって。さあこれがラストかな、私が、ん、彼が私の家に遊びに来ることにどんな格好でいようかな、だって。いやそんなのね、メイド服一択でしょ、え、なんで、超可愛いじゃん、これで喜ばない彼氏はいないよ。お帰りなさいませご主人様、ドン引きした彼がいつの間にかいないあ、惹かれるタイプだったか。じゃあエプロンかな、家庭的な女性をアピールしてやるぞと、ここでしっかりと。いい匂い、彼からの突然のバックハグ、これって両思いってことで OK だよね当たり前です、早く付き合ってください。起きた、楽したい着せ替えだって、なんだ楽したい着せ替えって、めんどくさい、前髪なんとかしたい、あ、なるほどね、流せばいいんじゃない、あれなんか違くない、全然なんか、え、画像と違ったって、なんかお団子ヘアに仕上がった、これもこれで似合うな、結んでまとめてスッキリ、セットいらずで最高、あ、なるほどね、そろそろ仕事か、メイクしたくないな、だってサングラスつけとけ誰かわかんないからね、完璧よヤクザすぎるんだけど、いくらなんでもお茶に毒でも持ってるんじゃ、不審すぎて怖い接客じゃあまあマスクでね、衛生的でいいね、マスクがいい風に受け取られる時代でラッキーマスクはいつつけても大丈夫じゃないか。さあ来た、友達から相談があると連絡来た、だるいけど行くしかないかだるいと思うな、友達の相談を、どっちでもいい気がするな、左は半袖短パンか、あ、左じゃないか、右が半袖短パンで左はワンピース的な、まあでも半袖短パンかな、スポーティーな姿で、きっとなんか急いで来てくれたんだな感が出せます、これなら。話聞いてくれてありがとう、部屋着のままだったけど相談乗るぐらいだしよかった、他人の服なんて誰も気にしてないから平気平気おい、左の女の子めちゃめちゃ悩んでんのに、お前の頭の中これだったろもう最低だろこれ逆は、むしろしっかりした格好だとなぜ NG なのちょっとダサいなでも気にしてないからね、さっきの理論でいくと。おいおい、いいだろ別に。さあ来た、勝手にお見合いセッティングされた、うーん、何を着ていこうかな、だって、え、お見合いか、え、右じゃない、うわ可愛い可愛い、すごいいい感じ、こんな女だと思わなかった見た目で釣って旦那を覚悟あー、なんかすごい女子だな見た目で釣って旦那を覚悟じゃあ今日はこれで終わりたいと思います、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。
また、概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。